これが豆ですよね。これがね、豆苗で食べた後の豆ですけどもね、毎日少しずつ取れますね。ここもズッキーニも大きくなってきましたよ。このサラダの栽培法ね、絶対良かった。ものすごく泡をしてますよ。このシバミューさんのね、ありがとうございます。これはここの間ね、間にまたサラダの種まきます。これはね、今ね取り始めてんです。食べられますよね今ね。これ小さい大根なんだったけど、お、これちょっと葉っぱ取ろう。ものすごく小粒の大根らしいんだけれどもね、ちょっとラディッシュ系かな。これがガンガン伸びてますよ、ほら。これはだからまた間引きして、さっきね外に出て写真撮ったすぐその後に鹿が来て食べ散らかしましたよ。ほら、ほんの10分ぐらいの間にね来てね食べていきましたよ。そしてね、もう頭に来ちゃうから。そして今ほら、これ鹿がね、ものすごくねさつまいも好きなんですよ。これジャクジャクって食べてますよ、これも。そしてサラダをね、ほら、サラダを抜き散らかして、でこちらなんだっけ、ピーマンだったんだけどね。それからこれがピーマン、見事にジャクジャクやられてますよ。だからこれダメかもね、育たないかもしれない。頭に来るんな、もう頭に来る。頭に来て湯気が出ちゃいます。カードはね、こんな風にしてあったんですよ。ここの一角に入れないように。でもやっぱりね、ぴょんと飛び越したみたいよ。どうやってしようかしらね、このガードをね。この白い、生地でね、覆ったんだけど、自分も入れませんよね、これじゃね。どうもね、ここから入った形跡もあるね。ここのとこぴょんと飛び越せるんですよ。ここになんか入った形跡がある。今日は雨よ。嫌な天気だけども、これからマフィーナどう？だぼった。ではエンティール。あは。ティータルヒートチ。食べ散らかしましたよ、ほら。ほんの10分ぐらいの間にね、来てね、ジャクジャクって食べてますよ、これも。そして、サラダをね、ほら、サラダを抜き散らかして、
見事に弱々やられてますよ。